ピート・ジュベール・ペトルス・ヤコブス・ジュベール、または、ピート・ジュベールは、トランスバール共和国の政治家、軍人。1880年から1900年まで、トランスバール共和国軍最高司令官を務め、第一次、第二次の防和戦争を指揮した。ジュベールは1834年、英領ケープ植民地のオーツホールンで生まれた。ジュベールの家系は、ルイ14世が、 なんとの直令を廃止した際に、ケープへと移住した、フランス系ユグノーの子孫であった。幼い頃に孤児となった、彼はトランスバールへと移住し、ナタールに近い東トランスバールのワッカーストルームに、を構えた。そこで彼は、成功を収め、農業だけでなく法律の勉強も始めた。農業やホームにおける彼の成功によって、彼は、 ワッカーストルーム選出の国会議員となり、マルティノス・プレトリウス大統領の下で、次期大統領候補と目されるようになった。1870年に再選されると、彼は司法長官となり、TF ブルガー大統領がヨーロッパを外遊した際には大統領代行を務めた。1877年にイギリスがトランスバールを併合すると、 ジュベールは強硬な併合反対派として名を挙げ、副大統領だったポール・クリューガーなど他の併合反対派と協力してイギリスへの反乱を計画した。1880年12月13日、プレトリアの南西にあるパール・デクラールにおいて、ボーア人の集会が開かれ、ジュベール、クリューガー、マルティノス・プレトリウスの3名による3党、政治体制によって、 イギリスに徹底抗戦を行うことを決議、ジュベールは軍の最高司令官に就任した。16日にはイギリスに最後通帳が突きつけられ、第一次防和戦争が勃発した。第一次防和戦争が始まると、ジュベールは軍を率いてトランスバールを転戦し、レーングスネックの戦い、インゴゴの戦いにおいてイギリス軍を撃破し、2月27日のマジュバの 戦いにおいて決定的な勝利を得た。その結果、8月のプレトリア講和会議において、トランスバールは再び独立を獲得した。テレーズ・シュバルツェガのジュベール平和が戻った後の1883年、三党政治を解消し、通常の体制に戻るために、大統領選挙が行われ、ジュベールは立候補したものの、1171票対3431票で、 クリューガーに敗れた。大統領選挙の後も、軍司令官の地位は1900年までそのままだった。1886年、トランスバール北方に、ボーア人の町が開かれ、町の名は、彼の名をとって、ピータースブルグと名付けられた。1886年、ヨハネスブルグにおいて、金が発見された。このニュースを喜んで、伝えに来た部下に対し、ジュベールは、お前は、 喜んでいるが、むしろ泣いた方がいい。この金は、我が共和国が再び地に染まる原因となるだろうと、言った。金は、ゴールドラッシュ及び、トランスバールの国力は、急速に増大していったが、果たして、ジュベールの言った通り、ゴールドラッシュは、イギリス系移民の大量移民及び、最終的に、トランスバールが侵略される原因となった。 1893年の選挙では再び、ジュベールとクリューガーの対決となり、アイトランダースなど、進歩派の支援を受けたジュベールは、クリューガーに肉迫したものの、7246票対7911票で、再び敗北した。1896年の選挙でも三た両者は、対決したものの、前年に起きた、ジェームソン襲撃事件によって、有権者は、反映。 保守志向を強めており、2001票単12,858票で大敗した。1899年に第二次防和戦争が勃発すると、ジュベールは再び軍最高司令官として、イギリス軍と戦ったが、腹膜炎を起こし、1900年3月28日に、プレトリアで死亡した。最高司令官職は、ルイス・ボータが継いだ。岡倉都市、二千三 ボーア戦争、山川出版社 ISBN46 億3464万7001、P41 から42、岡倉都市、2003、ボーア戦争、山川出版社 ISBN46 億3464万7001、P50、岡倉都市、2003、ボーア戦争、 山川出版社 ISBN46 億3464万 7001P56 ありがとうございます。